変わらないですよね。本当それは間違いないですね。親父も変わらないし、何も変わらないのはね、息子だったりとか、さっきもなんかここ来る前にボクシングしようって言われて馬乗りになって殴ってきたから、なんかどこがこれのボクシングなんだと思ったら、キックのせやってる選手とこうやって語ってるから、そのウォーミングアップだったのかなと思います。生き物ですからね、その自分の子供を育てていく、それも最低限のことというか、一番最重要課題なんで、それが一番ですよね。ボクシングなんでそれに比べれば別に、うん、重要じゃないし。だからたまに僕も父親としてこの子にただプレッシャーを与えているんじゃないかなと思うことはあったんですけど、もう最近はそうは思わないですね。僕自身もやっぱり彼に対してベストを尽くしているし、で多分、他の子たちだったらできないような経験というのはね、僕と一緒にいることによって彼もしてるんだろうし、だからそう、今自分がやることを一生懸命やって、彼とも一生懸命一緒にいて、もうそれでいいのかなと、うん、いう考えで接してますね。だから少し最近気楽に。さあ、僕はまだ思わないですね。はい、19でしょ。19ですね。思わない。思わない。